ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は209という最新作のホラーゲームやっていきたいと思います。今回はプレミア公開になっていると思いますけれども、まあこれにした理由というのがガイドラインの方でね、皆さんに告知し、3日前に告知してから配信をしてくださいというふうに、言われておりまして、で今回はね、収録はするもののプレミア公開という形でね、3日後に、皆さんにお届けできているということになっております。まあ早速やっていきましょうか。そしてこの209というホラーゲームですけれども、アパートの中から脱出をしていくゲームになっているみたいですね。ただそのアパートは出れないと、真実を探してから出てくださいということらしいです。はい。あ、いろいろ探れるは探れるんだ。で、出れるかどうか見てみるか。出れるんかい。あー、でも部屋は広いんだ。The bodies of a family were found in room 209 late last week.通報を受けた警察官によると、息子はバスルームの浴槽に沈められ、母親は寝室で首を吊られていました。父親は書斎で後頭部に銃弾を受けた状態で発見され、すべての遺体の状況から他殺の可能性が高く、捜査が続いています。また一家の姉が行方不明のままであり、事件と密接に関係していると見られるため、警察は情報提供を求めています。消えましたね。ああ、広いな。はい、風呂。どこから脱出なんだ最終的に。電気は消したりつけたりできるし、今カシャンっつったな。はい、いろいろ見ていきましょう。ここが出られないのか。はい、電気つけて。ああ、写真立てなんか破られてますね。写真を見つけるのもう一つの、あれか。ここが、父さん、母さんの、ベッドルームかな。はいはい。服も残ってますね。いや、特に何もないって感じだな。なんか、普通の家って感じ。一種に、あ、写真だ。これ撮るとかできないんだ。まだ何も見当たらない。写真が一かけらって感じか。あれ？今人いたよね。これが書斎だ。コーヒーもまだ新しそうな感じはするんだけど。ノートがいっぱい。まあこんな感じか。何が起こるってわけでもなくて。家を探索するって感じ。いや、何も起こらないぞ。まあでも時間が経過してるのは経過してるので。あ、違う、閉まったね。あ、浮いてきた。あー、写真か。
なるほどね。写真を触るとその、状況っていうのが出てくるのかな。あれ？弟か？すがるような感じで来たね。はい。すべては開きっぱなしで一緒だ。ああ、なるほど。弟の写真が出てきた。彼は浴槽に沈んでいた。宇宙飛行士になることが夢であり、クラスメイトのジェシカに恋心を抱いていた。肺に水が入る感覚は恐ろしかったし、呼吸ができないのは苦痛だった。腕や足の腱を切られるのは痛かったし、もがいても力が入らないのはとても惨めだった。お母さん何だったっけ？鏡越しのお母さん。あ、お母さん写真あった。縄が落ちましたね。点滅している。あれ、学部のお母さん、声が変だね。またクシャクシャっとなりました。蜘蛛の巣が。これは誰？弟か。ガクブル弟がいました。ここに弟らしき人が、まあ男性か。が立っていて、お、字幕が出ない。お、厳格な母親だったが家族への愛情は誰よりも深かった。そんな彼女だからこそ息子の遺体を見て愕然とした。息子の表情から彼の味わった恐怖は容易に想像できた。だからこそ彼女は首に縄がかけられるまで背後にいる人物に気づかなかったんだ。なるほど。その息子の状況を見てた状態で首に縄をやられてしまったと。うん？振り返って後ろを見なさい。見ますか？何もない。後ろじゃなくて上。いや、どんどん殺されていくなぁ。なるほど。どんどん状況的には進んでいき、あかんくなったじゃん。はい、お母さんですね。次はお父さんではないかなって感じだけど、お父さんの書斎が今閉じられたので、こうなってくるとどこなんかなっていうね、写真が。まあ、風呂場は、息子。
でもさ、お父さんは書斎でっていう話だったよな。あ、銃があるぞ。まあでもこれで開くとか。銃声だ。お父様。開かないぞ。あの銃がどうなってんだ。なくなってる。開いた。血だらけ。どういう状態だ？どこで撃たれたんだ？父親の写真っていうのがありそうなもんだけど。ないね。あった。テレビかな？コーヒーを飲みながら仕事をして家族のために毎日していたが、そのコーヒーに睡眠薬が入っているとは知らなかった。彼が眠ることで家族が犠牲になることも、家族を守るために持っていた銃で自らが撃たれることも知らなかった。ってことは姉ちゃんがやった可能性も出てきたな。その銃の場所を知っていた可能性もあると。ああ、頭プシューの状態でいなくなっちゃったな。あ、メンタマッチョだ。あ、まばたきしてるよ。おお、全部だ。見られてる。見られてるね。ただ全部の窓にいて、おいでって感じだな。自分の部屋？いや、風呂場か。上から聞こえてんのか？お前か。あ、ここにあるわ、写真。血出ちゃうよ、お父さん。お餅だらけだ。ああ、でも全員の写真っていうか、あら、また撃たれちゃった。ああ、自分が撃たれたっていうことな。お姉ちゃん以外の写真は集まりましたけど、赤い。メンタマッチョはそのままに。写真がどっかにあんのか。とりあえず家族写真見に行くか。ああ、聞くか。209号室で一家の遺体が発見された。バスルームに沈められ、母親は首を吊られていました。父親は書斎で後頭部に銃弾を受けた状態で発見され、他殺の可能性が高く捜査が続いている。
で、姉ちゃんが行方不明、密接に関係しているとみられ、警察は情報提供を求めている。見つかってないだけでやられた可能性もあるしな。まあとりあえずまた散策が続くね。ガクブル。消えた。弟か。あれ。消えた。ガクブル弟が何かを教えてくれてんのか。あ。見続けたら、現れたね。ずっといるわ。これ鏡で全部やれってことか。なるほど。あとここか。あれ？何もならない。ん？これ何これ？なんか変な、像？何かの像みたいのがあったけど、あとどこにあるんだ？キッチン。あ、手だ。体の部位がいろいろ出てきたな。あれ像じゃねえんだ。なるほどなるほど。あ、顔がある。明るくなったぞ。写真は？ない。どっかにあった。これ自分の写真だ。お前はこの家族に家政婦として雇われた。彼らはお前を裏切った。お前と長女は年齢も近く外見も似ていた。なぜ彼らを殺した？自分の家族とは違う幸せな彼らと暮らして何を感じた？一家の姉はどこだ？なるほどな。家政婦なんだけど、あ、写真でみんな白目だな。あ、この写真が泣いてるんだ。自分の家族とは違う何かをこの家族には感じて、まあ殺してしまったんだな、家政婦が。え？ビッグベイビー？
君はビッグベイビー？転がってる。これが姉の姿。お父さんの姿。そのまま残ってるもんね。いやでも写真はあれだな、残ってない。残ってないというか写真はまだパズルとして完成されてない。ビッグベイビーがこっから出てきた意味は？あ、写真だ。お前の子供が生まれてこられなかったのはこの一家のせいではない。ああ。この子がいたんだ。これが家政婦か。あ、違うな。多分姉か。姉の霊だ。はい、家政婦。お父さんぶちまけまくり。私が家政婦。写真は全部揃ったかもしれないね。揃ったわ。目ん玉もある。あ、出れる。いや、出れない。出れない状態で、なるほど。パーンって言ったけど、鏡があるのが、あとトイレ。いや、言わない。なんであそこでは言ったんだ？じゃない。あ、ピストルだ。ゴキブリと。どうして彼らが初めから持っていたものを私はどんな努力しても手に入れられないのだろう。あの部屋から逃げ出して新しいスタートを迎えられるはずだったのに。あ、これは？遺体とかを見つけていく感じなのかな。あ、また増えてる。あの子の声が聞こえる。鼓膜にこびりついて離れない。ここはあの209号室とは違うのに。あー、ここは違うのに209号室のように感じてるってこと？あった。縄と肉。はい、4つ目が出ましたね。許して、静かになって、代わりに彼女をあげるから私を連れてかないで。あ、開いた。どっちに行きゃいいんだ。
いけない。こっちだ。お、209号室から出たよっていう。Regarding the family murders that occurred last week, 行方不明となっていた姉が発見されました。She was debilitated 発見時に衰弱しており、供述から記憶の一部を失っていることが分かりました。生きてたんだ。警察は依然として殺人犯の行方を追っている。警察によると、同州の同様の殺人事件が頻発しており、いずれも209号室で発生していることから犯人は同一人物だと見られています。209号室の家政婦になっては殺しを続けているっていうお話か。自分の亡くなった子供を照らし合わせて、死んだのはこの家族のせいだと思い込んでいる。幸せな家族を見ると殺したくなってしまうという家政婦。まあ女性のお話ですね。いや、なかなかストーリーとしても、ストーリーがどんどんつながっていくというか、なぜ殺されたのか。まあその殺された家族の幽霊たちみたいなのが出てくるんだけど、それは、家政婦が見ている幻覚なんじゃないかなというところですね。まあ思わぬところでというか、自分の辛い思いから幻覚幻想、そして妬みとかね、いろんなのが混ざり合って、殺してしまう、そして幽霊っていうかね、を見てしまってっていう、どんどん負のスパイラルに入ってしまった女性のお話でした。いや、なかなか面白かったですね。いろんなことが起きたり、結構幽霊の出方、そして描き方みたいなのも、とても面白かったですね。はい、というわけで、今回はそのガイドラインに沿ってね、やらせていただきました209、ということで皆さん、良き夜をお過ごしください。